はい、お疲れ様です。今日もね、名著の動画を撮っていきたいと思います。ちょっと前にですね、スマホで名著をやっている方に向けて、おすすめの設定をね、話させていただいたんですが、いやー、どうですか？発熱やばいっすよね。発熱やばいのと、カクカクがやばい。自分が使ってる、スマホがですね、iPhone 15 Plus ですね。プロじゃなくて、15の大きいバージョンかな、プラスっていうのは。はい。で、やっていて、グラフィックはね、中ぐらいに抑えて、FPS が60でやってるのかな？で、スマホにかかる負荷が、まあ中くらいというか、まあそれぐらいの状態でやってるんですけど、5分10分でね、もう発熱してきます。はい。だいぶ暑くなってきていて、ただ落ちるとかそういうことはないんですけど、やはり混線になると多少ね、カクカクするっていう感じです。だけど問題なく明朝をスマホでは、できているというような状況だったんですけど、まあいろいろなね、スペックのスマホでやられている方がいて、まあコメント見ると、どれも発熱やばくて落ちてしまう、カクカクがやべえということで、今回ですね、まあそれをね、打破する術はないのかということで、いろいろね、調べさせていただきまして、とある商品にですね、出会うことができたので、ご紹介させていただきたいと思います。マジでね、半分ぐらいの人は解決するんじゃないかなと思うぐらい優れてますね。はい。それは何かっていうと、スマホ冷却ファン、冷却クーラーっていうのかな？はい。こんな感じで、これね、自分が買ったやつですけど、Amazon おすすめ2024年最新 LED 温度表示ということで、この、スマホの裏側についてる丸いやつですね。はい、丸いやつをこうつけるんですよ。で、ここの数値がマイナス3ってあるのがマイナス3度になってるっていう感じらしいんですけど、まあマイナス3度は嘘だと思うんですが、マジで冷たくなります。はい。これね、瞬時にね、本当に冷たくなる。まあ、この丸いのはですね、バッテリー含んでないんですよ。バッテリーを搭載していないで、USB と C タイプのケーブルが付属していて、それを電源につなぎながら、ここのスマホの裏側につけながら、要はゲームするってことですね。そうすると発熱が抑えられて、CPU への負担が軽減されることによって、ゲームが落ちてしまうとか、カクつきとか、発熱、そういったものがクリアになるっていうのが、このアイテムになっていますね。で、これがね、磁気式っていう風になっていて、後ろのね、iPhone12 以降かな、マグセーフって磁石みたいなのが iPhone の裏についてると思うんですけど、そこにね、カチッとくっつくタイプですね。で、ケースの上からも取り付けられて、自分はですね、結構厚めのね、ケースをね、iPhone につけて使ってみたんですけど、まあ、くっつきます、カチッと。ただね、ちょっと振ったりすると落ちちゃうんで、ケースをね、外して使うのがベターではあるんですが、まあ、厚いケースじゃなければ大丈夫ですね。カチャッとくっつきます。こんな感じにですね、クリップもついていて、磁石だけでつく力っていうのが弱い場合ですね。まあ、スマホケースをしている場合は弱くなって、スマホケースを外すともうね、がっちりくっつくんですけど、スマホケースがあるとですね、やはりクリップでこうサポートした方が、まあ、安心感はあります。で、バッテリー搭載してないので、結構軽いんですよね。まあ、長時間やっていても、まあ、そんなに疲れない。あとは電源に常時、繋いでおかないといけないので、そういう煩わしさはあるんですけど、発熱問題はかなりクリアになりますね。この10時間の長時間ゲーム温度テスト、これがね、本当かどうかわかりませんけど、当社製品の効果で、緑のグラフがですね、まあ横にこういってるのに対して、他の製品をつけてもこういうふうに温度が、コントロールできない機種もあるよというのが言いたいところだと思うんですけど、スマホクーラーをつけなければですね、すぐに熱くなるっていうのはもう皆さん、体感してると思うので、これね、ぜひ発熱で困ってる方はね、ちょっとやってみてほしいなと思います。で、最後の方に実際に使ってる動画は上げていきたいと思いますので、まずこの商品のね、詳しい説明ね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、この製品は直接スマホを冷やし、CPU の消費を減らすことができます。で、一つ重要なのが C タイプのケーブルで、もう一個が USB になってるんですけど、そこの電源ですね、それが 5V 2アンペアが推奨されているので、ここがね、弱いやつだとですね、その効果が、弱まってしまうので、まあしっかりしたアダプターっていうのかな、それで使うのがいいのかなと思います。この冷却方法がペルチェ式っていうので、これがね、一つの肝らしいので、まあ気になる方はちょっと調べてほしいんですけど、本当にね、5秒ほど、そうだね、
結構冷たくなります。まあ、どのぐらい冷たくなるかっていうと、まあ、アイスロンとかあれぐらいかな、触った感じが冷たくなる、そんな感じがしますね。ですので特に暑い日とか、まあ、あとはこのスマホに限らずパソコンとかも使ってると暑くなるじゃないですか。まあ、そういうのにこういったデバイスを使うことによって CPU への負担を和らげて、機械を長く使うみたいな、そういう使い方ができる商品なのかなというふうに思いますね。はい。で、ここにも書いてますけど、マグネット磁石が内蔵されていて、iPhone12 個の Apple 端末や一部の Android 端末などにマグセーフ機能を搭載した Apple 端末に適していると、カチャッとくっつくっていうことですね。まあ、ただですね、多くの方がスマホのケースを使ってると思うので、わざわざね、外して使うっていうのも大変なので、まあ自分はですね、結構厚いケースで使ってますけど、その上からもですね、つけることは可能です。で、小型って書いてますけど、まあ後でね、画像を出しますけど、そんなにすげえちっちゃいっていうわけじゃなくて、まあそれなりの大きさですけど、まあ、つけながらね、ゲームやってもそんなに気にならないですね。それよりも、重さの方がね、ちょっと気になるかなっていうことで、まあこのデバイスはですね、バッテリーが入っていないので、軽くできてます。で、スマホクーラーの種類によってはバッテリー内蔵式で常時電源にね刺さなくても使えるっていうのもあると思うんですが、それはねちょっと重いんじゃないかなっていう気がしてるので、自分はねこれ使ってみた感じはやはりバッテリーなくてよかったなというふうに思ってますね。でね、 Amazon で検索すると本当ねたくさんこの種類あります。もう Amazon のおすすめとか2023年金賞とかですね、たくさんあって選べないぐらいなんですけど、まあそれぞれにですねいろんなレビューが書いてますので、もし気になる方はですねそれもねぜひ見てほしいんですけど、本当にねフレームレートを落とさないで原神がねプレイできましたとか、そういうね実体験のレビューもねかなりたくさん書かれていたので、まあ自分は今回ねこれ購入させていただいて実際使ってみたので、そのね使用感の様子をですね今からお届けしたいと思います。で、実際使ってみるとですね、これ自分の普段ね明朝やってるスマホ、ゲームをね画面録画してるスマホなんですけど、これにつけた感じがこんな感じですね。自分のケースはですね少し厚手なので、まあそれでもですねこのマグネットでカチャッと磁石でくっつくタイプに なってます。ただね、このケースが厚いので、やはり落ちてしまうことがありますので、自分はこういうね、クリップみたいなのをつけて付属してるんですけど、それでやってますね。まあこれをつけるともうがっちりで全然落ちることはないし、まあこのコードをですね、充電しながらやらないといけないので、まあそこが少しね、リミテーションというかね、煩雑なところではあるんですけど、まあ慣れると全然大丈夫かなっていう感じです。重さはね、70g って書いてあったかな？だいたいそれぐらいのようですね。まあ多少重さは感じるので、だから自分はバッテリーじゃない方がいいんじゃないかなと思いますね。ただね、めちゃくちゃね、暑さはもう軽減されます。8割減ぐらいですね。これ真ん中につけてるんで、手で持ってるところはね、多少暑さ感じるんですけど、その真ん中のすげえいつも暑くなるところは、かなり冷たくなりますね。で、これが実際に動画で自分のね、iPhone でかくついている明朝の動画なんですけど、15プラスはですね、ほぼ問題なくね、できるんですけど、時々こういうね、カクカクした感じっていうのが起こります。はい。で、発熱はもう5分10分で結構熱くなるし、長時間やってるとまあそれなりに熱くなるので、まあ CPU とか大丈夫かなっていう感じはしていました。で、さっきのね、カクついていた時の設定が現在負荷適切で、グラフィックプリセットが中で解像度が低、最大フレームレートが60でやっていると、まああんな感じ、 iPhone15 のプラスでも発熱はね5分10分で始まり、時々カクつく、だけど落ちることはなくてゲームをやるには問題ないというような状況なんですけど、スマホクーラーの場合はですね、これ全部高 60fps これでやります。設定の負荷が大きすぎて発熱やカクつきが起きるので設定見直しましょうって今出ましたけど、これでやっでですね、どんな感じかっていうのがこんな感じです。結構ですね、やはりこう最高のね設定なんで画像はいいですよね。はい、画像は良くて、これね滑らかで、クーラーつけてるんで発熱はねほぼないです。はい、8割ぐらい抑えられてるんじゃないかなと思うんで、
まあこれケース外せばね、多分もっとキンキンになると思うんですけど、発熱問題はですね、やはり改善されてますね。ただね、まあさすがにですね、これ最高マックスでいくと時々ですね、カクつきはありますが、だいぶ少ないですね。はい、だいぶ少ない。なので皆さんの中で発熱カクつきで困ってる方は、スマホクーラーを試すっていうのは一つありかなと思いますね。発熱による CPU への負担を減らすことによってカクつきを減らしたいという場合はですね、このスマホクーラーっていうのは一つオプションになるのかなと思いますので、ぜひですね、気になる方はですね、購入を検討していただけるといいのかなと思うんですが、値段もですね、自分買ったの2800円ぐらいのやつで、 Amazon おすすめってやつですね。だけどいろいろ種類ありますので、まあ、どれがいいかは自分もね、比較したわけではないので、まあ、自分が買ったやつはまあ特に問題なくできましたが、もっといいのもあるかもしれないしっていうことで、まあ、ぜひ皆さんね、いろいろ調べていただいて検討していただけるといいのかなというふうに思います。このチャンネルではですね、引き続き名著ね、いろいろ動画上げていきたいと思いますので、ぜひね、コメントや、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。それではお疲れ様です。